ママ、ん？どうしたの？かわいいひまちゃん。ママ、もうちょっとでさ、ハロウィンじゃん。ハローワーク？ハロウィンだよ。あの10月31日にあるイベントのやつ。ああ、あの人の家に行ってお菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞーって。ただでお菓子をもらうガキどものイベントのやつね。言い方ひど。そのハローワークがどうしたのよ。ハロウィン。だからさ、ひまもさ、仮装とかさ、コスプレしたいなって思ったりしてさ。コスプレ？なんでそんなことする必要があるのよ。そうだよ、別にコスプレなんてする必要ないじゃん。課長に、あんたいつからいたのよ。だってさ、ママ、学校のみんなもさ、コスプレするからさ、ひまもコスプレしたいんだもん。ひまわりもコスプレプレイに目覚めたのかかな。ちょっと課長に、何言ってんの。コスプレプレイ？なんなのそれ。ひまちゃん、あなたまさか学校でそんなことしてるの。違うよ、カチャ兄がわけわかんないこと言ってるだけだよ。プププ、本当にコスプレプレイなんてしてないのね、ひまちゃん。だからしてないって。ていうか、コスプレプレイって何なの。え、それはその、コスプレして、なんていうか、その、なんなのママ、もじもじして。だから、要はコスプレして、ママとパパが。ダメよカチャくん、ひまちゃんに変なこと教えちゃ。わかったよママ。キモい。なんなのコスプレプレイって。ひまちゃん、本当にコスプレして学校で卑猥なことしてるんじゃないでしょうね。だからしてないって。ママとパパじゃあるまいし。え、ママとパパは まだコスプレプレイなんてしたことないわよ。キモい。とにかくひまちゃん、ママとパパもまだコスプレプレイなんかしてないんだから、コスプレなんてしなくていいじゃない。そうだぞひまわり、コスプレなんかひまわりにはまだ早いからな。カチャニーは余計なこと言わないで。ねえママ、みんなコスプレするんだからさ、ひまにも買ってよ。そうなの。カチャニーだってさ、ハロウィンの日コスプレしたいでしょ。え、いや僕は別にコスプレなんかしなくたっていいけど。カチャニーもコスプレしたいでしょ。したいです、コスプレやらせてください。ママほら、カチャニーもコスプレしたいって言ってることだし、衣装買ってよ。え、カチャくんもコスプレしたいの。え、いや正直僕は別に、それより新しいゲームが。カチャニー、ひえー、コスプレしたいです。ママ、コスプレ買ってください。ねえママ、カチャニーもこう言ってることだし、買ってよ。もう仕方ない子たちね。わかったわよ、衣装買ってあげるわよ。本当に買ってくれんの。やったー。僕はゲームの方が欲しかったけどな。なんか言った？カチャニー。何も言ってないよ。やったー、コスプレだー。ところであなたたち、どんなコスプレするの？え？あ、そういえば、何も考えてなかった。何のコスプレにしよっかな。なんなのよ、買ってって言うから、てっきり決まってるかと思ってたじゃない。じゃあさ、ドラえもんのコスプレとかどう？あ、アンパンマンも捨てがたいな。どっちも嫌。え？ドラえもんもアンパンマンも可愛いじゃん。あ、もしかしてひまわり、クレヨンしんちゃんが良かった感じ？誰も嫌だから、絶対嫌。わがままなやつだな。じゃあ、何がいいんだよ。え？あ、ひまはやっぱりさ、可愛いからさ、ディズニーのプリンセスとかが似合うと思うの。冗談はよせよ。ひまわりのどこがプリンセスなんだよ。あ？あんだとこら。ごめんなさい。こら、喧嘩しないの。ひまちゃんはどんなコスプレがいいわけ？それがさ、あれもこれもよくってさ、まだ決められてないんだよねママ。結局決められてないんじゃんか。もういいよママ、ドラえもんかアンパンマンでいいよ。やだ、ドラえもんかアンパンマンなんて絶対やだやだ。こら、いい加減にしなさい。そんなんで喧嘩するんだったらママが買ってきます。え、ママが買ってくるの。あなたたちが揉めるぐらいだったらママが買ってきます。カチョニーのせいで。ひまわりのせいだろ。じゃあママ、かわいいのにしてよ。こうカラフルでさ、かわいくて なんかポップなやつね。カラフルでポップで明るいやつね。わかったわよ。ママに任せときなさい。えー、
頼むよ。大丈夫よ。じゃあ買ってくるわね。大丈夫かな、ママ。ちゃんと可愛いの買ってくれるかな。さて、可愛くて明るくてポップなやつがいいって言ってたわね。なんかいいのあるかしら。あれ、これなんかいいじゃない。これにしよう。きっとガチャ君とひまちゃんも喜んでくれるわね。ただいま。あ、おかえりママ。ただいま、愛する私の子羊たち。それでママ、いいコスプレの衣装あった？もうバッチしよ。あなたたちにお似合いのとびっきりの可愛いの買ってきたんだから。ほ、本当ママ、は、早く見せてよ。まずはカチョくんからね。じゃーん。うわー、すごい。これ、マリアのコスプレ？めっちゃ活かしてるじゃん。あ、ありがとうママ。でしょ？よかった、喜んでくれて。絶対カチョくんに似合うと思うの。ふーん、マリアのコスプレか。まあ悪くないわね。ってことはひまのはピーチ姫あたりってことかしら。それでこっちがひまちゃんの。じゃーん、やったー。ってな、なにこれ。なにってコスプレの衣装よ。どう、気に入った？それとも気に入りすぎちゃったって感じ？はあ、ママ嘘でしょ。これルイージーじゃん。プープープー。あら、ひまちゃんマリオの方が良かった？それだったら、カチョ君と変えてもらう？マリオもルイージもどっちも嫌だよ！普通、こういう時は、ピーチ姫とか、デイジーとか、ロゼッタあたりでしょ？ピーチ姫？桃のお姫様のコスプレが良かったってわけ？もう最悪！なんでルイージーなのよ！しかもカチョニーとお揃いだし、めっちゃ嫌なんだけど、キモいし。キモい？もう、あなたが可愛くて、明るくて、ポップなやつがいいって言ったんじゃない。可愛くてポップで明るいのがいいって言ったけど、なんでよりによってルイージなのよ。ママ、これ男のキャラだからね。カチャニー、いい加減笑ってるとぶっ飛ばすよ。え、ごめんなさい。とりあえずひまちゃん一回着てみなさいよ。そうだよ、せっかくママが買ってくれたんだから一回着てみなよ。もう、わかったよ。着ればいいんでしょ。着れば。じゃーん。どう、ママ似合ってる？それとも似合いすぎちゃってる？あれやだ、カチョくんすっごく似合ってるじゃない。リアルマリオみたいじゃない。やだよママ、それはちょっと言いすぎだよ。あとはひまちゃんね。どう、ひまちゃん。はい、来たよ。あら、ひまちゃんすっごく似合ってるじゃない。ルイージ様々だわよ。おひげもつけちゃいたいくらい。それって褒めてるの？褒めてるに決まってるじゃない。ひまわり、めっちゃ似合ってるよ。マリアとルイージーもさ、兄弟なんだしさ、僕たち、ちょうどいいじゃん。ヒゲもつけちゃいなよ。ひまちゃん、本当にとっても、可愛いわよ。え？そうかな？うん。それ着て、ハロウィンのイベント、行ってきなさいよ。ひまちゃんはとっても、可愛いんだからさ。そうだよ、マリ。このルイージーちゃん。ママが可愛いって言うなら、じゃあ今年のハロウィンのコスプレはルイージーにしよう。けどその前にマリオお兄ちゃんをぶっ飛ばす。え？やめてよ。ママ。